やっぱり0円商品は魅力的です。こんにちは、魚健です。2024年3月3日日曜日通常版をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日の一色魚村撮影してきたんですけども、まずはね、おすすめ商品を紹介させてください。今日の一色魚村一色魚広場のおすすめ商品、まず一つ目はマガキ、こちらにつきます。今日は本当にマガキが安かったです。そしてね、マガキちょっと食べてみたんですけども、非常に身入りが良かったです。安いものであってもかなり身入りはいいので、安いものと高いもの買ってみて食べ比べをしてみるっていうのも楽しいかもしれません。ぜひこの機会にマガキ試してみてはいかがでしょうか。そして2つ目、イワシ、こちらね、先週も確かおすすめで言っているかと思うんですけど、最近のイワシは本当に高品質で安いです。すごくね、安定した価格で安定した味が楽しむことができます。イワシ健康にも良いので、ぜひこの機会にイワシを試してみてはいかがでしょうか。そして3つ目、マダイということで、こちらはね、そこまで安いっていう印象はなかったんですけども、これからの季節、春に向かってマダイの別名桜鯛と呼び名が変わってきます。春に咲く桜になぞらえて赤い色のマダイが桜鯛という風に表現されます。身の方も良くなってきて値段の方も落ち着いてくるかと思いますので、ぜひこの機会マダイも試してみてはいかがでしょうか。そしてね、やっぱり番外編としてお伝えしたいのは0円食材、こちらですね。これはね、マジで衝撃的でした。まさかね、商品に0円なんて書いてあるなんて思っても見なかったので、めちゃくちゃびっくりしました。ただね、必ずあるわけではないので、見つけた人の早い者勝ちということになります。こういったね、サプライズ的な市場、すごく楽しいかと思いますので、こういった朝市、いろんな楽しみ方をしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日も一色魚村一色魚広場へ行ってらっしゃい。これ0円。
あれ？ゼロ人だ。すごいな。イワシのものが。最近イワシ食うよね、ものが。今日僕にかけた刺身を目が負けちゃうから。そうだね、確かに。やっぱこのね。あそこの浅い中だしね。どれでも1匹400円、小さいのも大きいのも400円。名古屋の魚だって。雇いましたね。バイトです。バイト。あ、頑張り次第かな。うちも厳しいもんで、なかなか歩合制だな。それもね、やっぱ知らない人が多いわけよ。1000円分ちょうだいって言うと、大社が1000円分切り出してくれるもんで。
あ、そうなんだ。へぇ、刺身用って書いてある。あ、パクリエビだけ置いてあるじゃん。完璧だったな。今日のはいいでしょう。ちょっと若干イワシとマダイを噛んだ感じはするけど、まあ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 よしとしましょう。オッケーオッケー。あー難しい。